ドしてるのは俺たちだ。このまま一気に押し切るぞ。いいえ、私はただ今も未来においても愛する者が道を外れていく様を目にしたくないのです。まあ反対されるだろうとは思っていた。それぞれの意見も最もだ。そうだな、ならば全て30円ということにしよう。イザベルも俺も人間だ。あいつが生まれた時からずっと見てきたんだ。ニノのことは昔の話です。そもそも今はニノの曲を作ってる場合じゃない。稼いで稼いで早く返さなきゃいけないんです。この書類確認してくれましたか？これ提出したら転校手続き終わりなんで。演劇、英語劇、それと一応今回のオリジナルとしてミュージカル以上のものを考えてみました。とりあえずこの中から。分かってたんだ、兄貴は本当はやれる男だって。兄貴が活躍するところもっと見たかったな。出雲のおっさんよ、アイアンシーをぶっ壊されたいか、諦めてゲートを開くか、どっちだ。いや無理だ、進行角度が深すぎる。下に5度ずれてる。このままだとすれ違うぞ。ま、才能のあるこいつと俺じゃ同じ徹夜でも意味が違うか。ヒロシ、性能値なん？ちょっと頑張ればできるやつとどんなに頑張ってもできんやつがおるってことだ。言ってどうなるんだよ、ノブニシがやったって証拠もないのに。背中の傷はそれでどうなるんだよ。それこそ部活動停止だぞ。それで誰が喜ぶんだ。俺は嫌だ。野球ができないなら学校なんて行く意味ねえよ。真宙には本当参るよな。もしかして僕と愛花ちゃんのこと感づいてたりするんだろうか。だから無理やり彼女なんて。いやそれはないか。あいつ勘は働くくせに肝心なところは鈍いし。戦闘中にコクピットを開き、あまつさえ敵のパイロットとコンタクトしようとは何を考えている。ヒナが来たんだ。誰がいようと関係あるか。ゾギリアは敵だ。バイト仲間が消えたんだ、俺の目の前で。だからなんだ。他にも子供が消えてったりしてるんだけど、これってあんたがしたことの結果じゃないの。やっぱりおかしいんだよ、未来を使って今を守るなんて。俺たちこそが本当の人間なんだ。夢から覚めた気分だよ。感謝する。俺はこの手に何でもつかめる特別な存在だ。やつらの言う通りだな。確かに世界は面白い。それは言えなくて、実は星の海学園に転入することになって。え？ああ、そのいろいろあってさ、ごめん。僕はこの能力が消えるまで監視のない場所への移動は許されない。ギンティ、デキムに任せておけばいいんだよ。ノーナさんだってそう言ってるんだからさ。デキムの裁定に関して僕たちが口出すことじゃないよ。お客さん来るんでしょ、もう行こう。ねえ、糸の強度はこれが限界だと思ってるの？血気術黒白、もういいよお前は。さよなら。愚かなのはお前の方だ。灼熱地獄に飛び込んだとも知らずに。どうだケルバ、蒸発していく気分は。やめろ。俺は大丈夫だよ。確かにショックだったし、正直悔しいよ。でも俺友と違って割と自分の限界分かってやってきたから、変なこと気にしないで頑張ってよ。俺陽一君にはいつもかっこよく先頭を突っ走ってほしいんだよね。後悔1日目、今日は何もしなかった。2日目、今日も何もしなかった。
3日目、昨日と同じ。4日目、一昨日とほぼ同じ。子供の宿題か！そんな、僕は最強なんだ。父上をも超える最強の六魔。誰にも負けない最強の魔導士。さすがは生徒会長さんだ。新入りが相手だと態度が違うんだな。何？口出ししないで。俺の条件を聞いてみないか。きっとこの提案に興味を持つはずだ。それは神が俺の全ての行いを許されるということだ。全ての人間を慈しみ、そして癒すために、あの大聖杯を欲するという俺の願いが正しいということだ。それさえ分かればもう何も迷うことはない。大会のメドレー負けちゃったけど、春のフリーはすごかった。あっという間に何人も抜いてさ、僕も春みたいに泳ぎたいんだ。だっていい人を殺すのは今でも少しだけ心が痛む。これは僕の物語だ。僕が犯した罪の。君こそ。自己紹介が遅れました。僕はパク・イルピョです。失礼しました。どうしても手合わせしたくて。俺んちめっちゃ借金あって、返済のために徳川埋蔵金探すって言って出てったっきり帰ってこねえ。マジっすか。それでまあ俺がいろいろバイトしまくって、あいつらは食わしてんだよな。切ない光景だね。胸が震えるよ。軍人さん、お願いです、助けてください。何すんじゃクソババ。金が映るだろうが。県予選の決勝見たよ。あんな自己中トス、よく他の連中我慢したよね。僕なら無理。あ、我慢できなかったからああなったのか。それでモニカがすれ違いざまに、ちゃんとジェームズのこと見張ってなさいよあなたって、俺が悪いみたいな感じになってさ。ほんとあいつの無茶にはいっつも振り回されてるけど。普通だったろ。なぜお面をしてるの。こんな面でもしてないと妖怪には見えないだろ。それは種全体の本能に基づく悲願であり、種全体が世のためだけに進化する。我は種全体の惜しみない奉仕の末たどり着いた賜物。誰もが自由にしたいことをする、それが池袋だからな。だが奴らがブラック企業と組んで G ボーイズを痛めつけてるとなれば話は別だ。必ず勝つ。霊力白夜発動。行くぜ偽物野郎。おかか鮭鮭おかか。あれはもらえねえよ。俺は北条さんにもらいたい。俺の命を救ってくれた歌です。2年前自分を失いかけた俺をあなたの歌がつなぎ止めてくれた。あなたの歌があったから俺は生きることができた。大変だ。女子更衣室に覗きが。クロスメル警察だ。違う、話を聞いて全力で覗きに来ただけだ。オードリーは戦争を止めるためにあなたに会いに行った。あなたにはその力があったんじゃないんですか。みんな明日の予定だって来週の予定だってあったんだ。あんなの人の死に方じゃありませんよ。火があっちゃ獣が寄りつかねえよ。この山なら目をつぶってても歩けるし、俺を襲う獣もいねえ。
月の光で十分なんだよ。何を悶々と考えていたんだろう俺は。こいつらがヘラヘラ笑って過ごしてるのもオールマイトがヘラヘラ笑ってるからだよな。あのゴミが救えなかった人間などいなかったかのようにヘラヘラ笑ってるからだよな。落ちた崖の下がちょうど川でな、しばらく流された後偶然掴み取りしたんだ。勘違いするな、別に貴様のためではないが、その貴様にやる。ほんと女ってのはわかんねえ。つーかあいつのあのすぐ人を殴る癖はなんとかならんのか。おかげでペンダントがだいぶ傷ついてきてんじゃねえか。そろそろチェーンとか変えなきゃな。これじゃいずれあの子に会うまでにぶっ壊されちまうよ。気でも触れたか兄上。信長の実の弟織田信行。どうやらわしにも運が回ってきたようじゃ。なんだ弱小種族かよ。殺すの簡単、いいと思う。分裂、くそ、こんなところで。こいつは俺が殺しとくから他を任せる。分かった。俺さっき逃げたやつ殺しに行く。いいと思うよ俺。どうしてみんな僕に構うの。何もしてないのに、怒ってもないのに、笑ってもいないのに、ただいるだけなのに息も殺してる。言われたことだけ静かにロボットみたいにしてるのに。よし早速出発するか。まだ真っ暗だしどっちに行けばいいかわからないよ。こういう時のためにじゃーん。コンパスか。西外はじむは北の方にある。北はあっちだ。そっか、明るくて無邪気で俺が言えないことも分かってくれて。ユキリンのそういうとこ好きかな。ああ、お前は何も知らないし何もできないし何も自分ではしたことがない。だから自分で考えようともしないんだな。違う、俺はそういうやつには一番ムカつくんだ。俺たちがやるべきなのはあいつのくれたチャンスをみんなでつなぐことなんだ。ダイスク、イビジョンズは病気に苦しんでいるんだろ。だったらそのウイルスサンプルを俺たちに預けて渋谷を元の時代に戻してくれ。ずっと仕えてきた私ではなく、なぜアドレッドを信じるのです。どういうこと。あなたはずっと奔放でもっと泰然とした方だった。アドレッドは姫の何なのですか。たった数日旅をしただけの相手をなぜそうまで気にかけるのです。僕箱根を目指します。最初は箱根で外るとこ見せたら親も喜ぶんでネガチャかって、そん程度のもんだったんだけど。じゃあ今度こそ俺も一緒に行ける。さてどうするかな。約束だろ、全部決着がついたら二人で暮らすって。もう離れてるな、ごめんだ。境町の松尾静香。後でお兄ちゃんが来ると言って消えてから二日経った。もう来ないのか。いや、それはないだろう。さらに追い打ちをかけるようにこの神の挑発があらぬ方向に荒ぶり天をつくとは。最悪だ。真面目にやるやつはバカだ。手をくれた神がウサギとの競争に勝てるわけがねえ。世の中休まねえウサギだらけだぜ。どんな手を使おうとテストがいい点取ったもん勝ちだ。俺の全身はカンニングペーパーで固められた。それが一つ目の世界。これは本当に誰もいなくても成立する世界なんだ。それに対して二つ目の世界は観察者が見ている世界。ロハン先生、走ることに集中した方がいいですよ。勝負は受けました。すでに始まっています。この前のようにはならない。徹底的にやっつけてやるからな、岸辺露伴。僕は彼らみたいになりたくない。
あんな風に死ぬのは嫌だ。戦いの時は来る。民衆よ、備えろ。戦に備えろ。忘れたか、あの故郷を焼く炎を、倒れた友の亡骸を。俺はそんなルールクソくらえって思った。だから仲間を集めた。このカバンにな。カバンにお前たちを入れて運んでやる。無事試験を通過させてやるから、俺に力を貸してくれって。まっすぐ振りかぶって振り下ろすときにラインを離す。はじめは丁寧に三拍子を意識してやれ。1、2、3。よくわかんないな。父さんは僕が小さい頃突然家に帰ってこなくなった。いなくなったんだ。母さんは、お父さんはあなたのために大変な仕事をしているのよっていつまでも味方して。ドールの仕事にこだわんないで他の仕事探した方がいいんじゃねえの。はあ、俺も考えよう。ホッチンズのやつ今月給料ねえっつってたし、うちの会社やばいかもな。いや、あの、本当に迷惑してるわけじゃ。娘さんの笑顔があまりにも綺麗で、思い出すたびに心臓痛くて顔色が悪くなってるだけ。ん？そうなのか俺。違うんで。いや、違わないけど、やましいことは何も。俺何してるかな。 CD 聞くか、弟の買い物付き合うか、弟がゲームしてるの後ろから見てるか、何もやってないな。俺はテフだ。フォトンリザード2体を融合。この決められた素材を墓地に送ることで、エクストラデッキから融合モンスターを特殊召喚する。融合召喚、現れろ、ツインフォトンリザード。はあ、1年休養させてまで何やるんだよ。日本のコーチで十分だろ。グランプリファイナルの便所で泣くようなやつがビクトルをコーチにしただけで変わるわけねえだろ。こいつ、さっさと引退しろ。